は天皇ご一家にとって最大のお喜びの年、うん、皇太子殿下のご婚約が決まり、いつにも増して明るい新年を迎えられました。恒例の一般参賀には11万人の人々が雪を踏んで集まりました。皇太子殿下のご結婚のほかに、菅宮様も島津久永さんとのご婚約が決まって、お喜びがまた一つ増えました。ご結婚の日が近づくにつれて、町は豊祝気分。4月10日晴れのご結婚の日は、前日からの雨も上がって雲一つない日本晴れ。午前10時、皇居内賢所で結婚の儀です。お二人は神前に玉串を捧げ、結婚の固めが終わりました。朝見の儀を終えられた両殿下、6頭立て4頭引きの馬車で東宮仮御所まで、国民のお祝いに応えられる馬車行列の出発です。新婦の皇太子旗を掲げ、騎馬隊に守られて万歳の声に沸く皇居前広場へ。ところが、岩井田橋通りへ出たところ、一人の少年が馬車に向かって石を投げつけましたが、行列は乱れることなくパレードは続きました。沿道の歓呼の声に応えながら、無事東宮仮御所にご到着。こうしてお二人は新しい生活に入られ、7月には美智子妃殿下のおめでたの発表もあって、皇室のお喜びが続きました。